ホール371ヤードのパー4です。振りました今。いや振ってないす。すごーい。木越えこれね、手前の木が見えてるんだけど、奥にももう一個背の高い木があって、そっちにかするよね。そっちにかするんだけど関係なかった。関係なかった、うん。私もちょっと木越えたいな。越えるよ。わかる。できる。おーい。すごい。ちょっと。ナイス。やっぱゴルフってメンタルスポーツなんかな。よいしょ。ありがとうございます。ナイス。大丈夫です。しかもなんか振ってる、なんか振れてる、なんかね、なんかインパクト音が違う。違うよね、いつもと違うよね。強い。本当になんかいいイメージが出てるかもしれない。どうした。いや、振れるのままも。こういう時多分あかねさんみたいに打ち込めるとこの高さが全然気にならないと思うんですよね。私多分払うんで。よいしょ。うまい？うまいよ。おお。乗ったの？すごい。今のすごい。いや私はあのいろんなね、いろんな人と一緒に回ってるんですけど、アマチュアの女子の中で一番うまいと思ってるから。それはね。いやいやいや、だからほらレイチェルとか、あ、まあそのなんか研修生あかりとか、そう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 、目指してた子とかね、うん、そういう子はまた別で、その主婦でとかこうね。なんかもううまい、音が違う。こんなまた新たな競技、はい、競技女子たちです。これが噂の、この子たちと私は戦うのよ。大変ですよね。大変でしょ、はい、大変でしょ、はい、で全日本っていうのはね、もっとすごい人たちがたくさんいてね。みんなこれぐらい上手なんですか。はい、出てくる。あ、でも正直、はい、ここまで飛ぶ人は多分トップクラスですね。トップクラスの飛距離、ま、うちらより飛ぶ人もいるんだけど、本当に少ないと思う、はい、あと多分。じゃあみんなもっとなんて技術もすごくてってことですか。距離だけじゃなくて、距離だけじゃなくてグリーン周りとか、グリーン周りが特にうまいね。上に行けば行くほど。グリーンがいい、状態がいい。はい。ナイス。ナイスです。来た？
バーディーパット。そうなの、そうなの。なんで？すごいな、私。なんで私、バーディーパット打ってんの？ワンアンダー、ワンプレしてた。怖い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 よ。今日が試合だったらよかったの。じゃあ今回は、さっきエリカちゃんとアカネちゃんもアプローチやったんで、アプローチテーマにやっていきたいと思うんですけど、まずアプローチってどんなクラブ使ってやりますか？私は基本的にウェッジが50度とこの58度が入ってるんで、距離に関わらず転がしたいときと低い球を打ちたいときは単純に50度、50度で、まあ、ふわっと打ちたいなとか、あんまり距離出したくないなっていうときは58度っていう、もう単純な、まあ、ロフト通りに打つって感じですね。まあ、開いたりもせず、開いたりもしない、しない、もうロフト通りに構えて打つってだけをやってます。あかねさんはどんなクラブ使うんですか？基本もう56、1本いろんな打ちで転がしたり上げたり、状況によって52とか P を使う時もあるけど、基本も1本。クラブ開いたりとかもしますか？開いたりもします。開いたり閉じたり、いろいろ。このピンの状況だったらどれを選択しますか？安心安全なのは50度かな。50度、私は50度で転がすというパターみたいにこう滑らせるイメージで、私がね、落としどころって、私ね、もう基本的にパターもアプローチも何ヤードっていうので何ヤードの振り幅でやるタイプの人なんで、あんまりなんかこう、最近ですよ、あそこに落としたいなってやるようになったのは。じゃあそこに落としたいなっていうより自分の振り幅を決めて、振り幅、じゃあこれが25ヤードだったら、ただ25ヤードの振り幅で打ちます。これぐらいかなみたいな。50度でちょっと右足の前寄りに置いて、少し体を開いて、なんか滑らせるイメージ、で打ってます。ごめん、もっとやっていいよ。あ、今刺さってもこんな感じ、今ちょっとミスだけど、はい、お、今グリーンに入った、はい、今距離に入った。そこを56度で打つことはないですか、この状況だったら？ ありますよ、ある。じゃあちょっとそのパターンもやってもらおう。どういう時に、まあ、ちょっとフィーリングなんですけど、なんとなくその日58度の調子がいいなとか、だったらずっと58度で打っちゃったりもする。でも打ち方とか変えますか？まあ、一緒、もう一緒。振り幅は？振り幅は、50度よりもちょっと大きめぐらい。ボールの位置？ボールの位置は真ん中ぐらい、もう止まるよね。おお、ナイス。まあ、こういう調子がいいときは58度使うこともあるとか、まあ、こう素振りしてみて50度ちょっと詰まるかなとか、58度ちょっと引っかかるかなとかで、2本ちょっと持ってきといて素振りして、滑りがいいなって方で打ったりもするし。私はもう完全にリズムですね。リズム、リズム。なんてリズム刻んでるの？
もう1位ってなってます。本当にもうちっちゃい心の中で素振りするときも1、2、3で足を必ずこう足踏みする感じで足を使うように、はい、絶対手だけだとこう刺さっちゃったりこう肩がいっちゃったりとかしちゃうんで、この足踏みしてる中であのクラブが動く感じで、もう1がもう足1、2、3って感じイメージは大木さんに言うと3っていうイメージで打ってます。ちょっとパターみたいな感じですかね。頭をこのままにしておいて、パターみたいな、うん、頭完全に入ってます。そうすると突っかかっても引っかかっても大体いい感じのところに行くかなみたいな、なんかこうあーって言ってもう一回みたいなのがないと、でもまあそのまま行ってくれるかなっていう感じです。状況だとちょっと受けてて止まっちゃいそうなんで距離もあるで、ちょっとこう縦気味にして普通に構えるとこうなんですけど、ちょっとフェースちょっとかぶせる。あ、すごいスピン効いてる。ピン効いてる。これは立てることによって何が変わる？ちょっとランを出したいんで。ランを出したい。例えば立てないでこのまま打つじゃない。同じ感じでこう打つと、めっちゃ上がって、はい、まあ、ちょっと転がってるけど止まりやすい。もう少しスピンがかかりやすい。上がっちゃう。上げないようにした方がラインが出しやすい。出しやすい。この方向に出していきたいなっていうラインとペースを合わせて、で私は落としどころを決めてる。落としどころを決めてる。例えばこの状況だとどのあたりとか。この状況だと、ピンとエッジの間ぐらい。真ん中ぐらい。真ん中ぐらい。に落としどころ。イメージで。そこに落とすイメージ。もし52とか持ってたら逆にもうちょっと手前から転がす。だからその時のグリーンの速さが合ってれば52を使うこともある。確かにグリーンの硬さとか速度で打ち分けたりもする。すごい重いグリーンだったら逆にこれでいくら打っても止まっちゃうから52とか P とか使ってちょっと足を出して。ボールを上げたい時 で例えばこうまっすぐ構えてて開く、ただ開くだけだとこうなっちゃう。開くっていうのはフェースを寝かせる、なんか向こうに打つのにフェースを開くとしたらこうなるから自分もこっちに移動して打たないと。クラブをこうやって開くわけじゃないですか。ここでこうやって開いちゃうと、あっち打っちゃう。だからあくまでこの線はまっすぐ、線はまっすぐ、こうするかこうするかで自分がここにいるかここにいるかっていうふうに3パターンぐらいで、あ、じゃあクラブをこうやって寝かしたところに自分が行ってあげる。そう、ここ、ここ、こうじゃないんですね。こうじゃない。あ、こうやってやってますわ。そうそうそう。へえ、だから開くの怖いんですね。私はこうやってやっちゃう。だからこの開いた状態のところで構えてあげれば、へ、倒すみたいな感じですね。クラブを倒したところに。そうです。うまい。うわー、そんなに違うんですね。同じクラブと思えない。ちょっともう一回、もう一回、別にどんなボール出てもいいんだよ。思い切りやってます。あ、ログ、はい、ナイス。そうだよね。
ナイス。そうだよね。ナイス。そうだよね。こんなに好きなこと、こんなに好きなことはしないけど、なでもクラブ開くっていうのは、開くっていうのはこういうこと。スイングも変えるんですね。スイングも若干多分普通のアプローチだとこう、はい、エリカちゃんみたいなちょっとまっすぐまっすぐに近い感じで、はい、ロブになった時にあんまインには引きたくない。ちょっとこうアウト目に上げてって、このバンスからなるべくバンスをここに入れたい、入ってくれっていう。ちょっとコックつかない。やっぱここなんですね。その時はこうは打てない。ちょっと上げるのにこういうまっすぐ、腕まっすぐっていうよりは早めにコックを上げていった方がこう綺麗に入る。もう その場で開いて打っちゃってたんですけど、こういう、あ、そうですそうです、そのまんま打ってたんですけど、これもうあっち右行っちゃう。え、あかねさんがじゃあそのバージョンで打ってみてもらっていいですか。これまっすぐです。開きました。こうでしょ、開きます。あ、本当だ。そのまんま右に。やってた。バンカーあんな感じだもん。バンカーあんな感じのボールホームランして開くっていうのは結構勘違いして、この場でこうやって開くを結構勘違いしてるかも。こっち向かない。後から立つ位置を変える。そうそうそう、で振るのはあくまでこうやって、はい、まあこんなのはしないですけど。僕勘違いしてました。開くだけでした。完全に勘違いしました。クラブを開いちゃってました本当に。あ、その場で、その場で開いて動いてなかったの自分は。動けない。もともとクローズだから怖いんですよね。オープンに構えるのが、オープンが怖いです。もうどこ向いてるの。え、そうそうそうです。私はどこへ行くの。打つのこっちだけど。そうそうなんです。だからスタンスが合わないのがすごく不安で、もともとクローズでドローヒッターな分、だからクラブ開いてるのに自分は開いてない。だから本当あかねさんがミスったあのボールが振り上げれば振り上げるほど出ます。バンカーってまさしくあれです。もうそっちに向いてるんですか。クラブ倒すですよ。倒してそこに移動。さあ倒して移動です。すごいよく分かった。そうね、クラブを開いて、私はこれで打ってるから、じゃなくてクラブは倒してこうです。クラブを開くという意味が初めて理解できました。じゃあ、次に会いたいと思います。最近気づいたんだけどさ、待ってるかどうか分かんないからですけど、ここがさ、ここの線がさ、期待方向だと思ってるんだけど私。ここ、なんかさ、この58度とかこういう開くものってどこが正面だか分かんなくて、やっぱ開くって怖いじゃん。怖い。これしたらもう右向くじゃん。そうそう、でこれってさ、ボールはこっちに来ますよっていう合図なんだと思うのね。まあ、そうそう、そういうことだよ。そうですよね。線に対して垂直方向がボールが行く方向だから、そうだから、あの打ちたい方向に、ここ私ここの意識ばっかりだったんだけど、いや私もここばっかり見てる。ここの線を打ちたい方向に合わせて自分が構えてあげれば打ちたい方向に打てるんだなってことが最近分かったの。なるほど。そう、なんか、なるほどね。開くってなんで右行くんだろう、開いてるから右行きやすいのかなじゃなくて、あっちに行きますよって教えてくれてるのに最近気づいた。じゃあここにさ、こうやって矢印書いとけばいいな、こうやってね。書かなくても分かるじゃん。海賊クラブ。いや、慣れるまでさ、この線が打つ方向で、この線とこれがまあ垂直だけど、エリカちゃんが言うこの線も、この線とこの線を合わせてあげればいいと思う。あ、じゃあこういうことね。この線が行きたい方向なんだよ。私はクラブを開く、こうなっちゃうんだよね。そうそうそう、そしたらこっち向いちゃうじゃん。あれと余計な話。そう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 。おお。まっすぐになった。これを。
すっごいとこにいるね人自身のいる位置が今までにない位置すぎてご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。